おはようございます西田航です、えー、7月31日、7月最後ですね、早いね、土曜日ということで、えー、先月、確か、ね、半分今年終わりましたねって言ってましたけれども、その一月に7月も終わりますね、早いな、本当に、いや、驚き、でオリンピックイヤーバリバリということで、今日ね天気いいですね、東京は。で、あったかいのが、ちょっとお待ちくださいね、よいしょ。今日はえーっと 31度だからまあまあっいうところは湿度が66体感温度34ということでまあ比較的過ごしやすいんじゃないでしょうかね、うん、31度、まあ他のね地域の方々はめちゃくちゃ暑いとかそういったこともありうると思うんですが東京はなんとか場合によっては、えー、撮影も出れそうなってう。今日はえう、ー、とチビとかがいるのでまあ、行けたら散歩があってらちょっと何か持って散歩行こうかなと思います。久ししぶりどうしようよかな r 6 R51.8STM とか軽量でキャノン機でとかなんかこういったお散歩で、えー、と何のカメラを持っていくかみたいなこういうの楽しみですよね僕は久しぶりでも R5 もつけたいなとか、ね、今ふと R5 なんかこう、うん、持って撮りたいなっていう気持ちとかこういった56とかこういった選べる環境が最近ちょっとね楽しいかなと思ってます。ももうううう今日はどうしててライカじゃゃなきゃとかっていう、ね、そういっいいねそた マインドの時もあったりとか、なんかこの感じって面白いですよね。なので皆さんもいろいろとカメラお持ちでしたらね、今日はどれにしようかなって、ライブのどうですかね。楽しいんじゃないかなと思ってコメントをお聞かせいただけたらと思っております。今日 Z9 ちょっと見えてきましたね。まあ噂で東京オリンピックえっ、ー、とまあ、テスト機導入されるんじゃないかっていう風になってますが、ちらっと側面が まあ、ツイッターで一瞬出て消してってねちょっと思わせぶりな動きが出たかなっていうところですねまず側面を見る限りだと、えっと、かなり薄いですねもう本当にもうあのサイズ感としてはもう今までのねこうまあ 1DXMAX3 とか、えっと、D6 とかよりかは多分ちょっとちっちゃいんでしょうけどまあお弁当箱型って感じですが横からの側面からだとねグリップはしっかりしてそうだけどかなり薄く。 作ってい薄っててそうい薄感じがしましたねまず第一印象がそことあとはパーマセルであの液晶のモニターの縁がねこう抑えられてたっていう感じなんですがこれはおそらくはまあ、バリアンチルト多分チルトかなアルファ1がえー、とチルトで来ましたねチルトってこう起き上がるようなんで。で キャノンの R3 はバリアングルこうフリップスクリーンっていうところでもうここがフィックスしてるっていうところでなのでまあプロ機スチール要素スチール要素の多いカメラってことでニコンも一応動くけど動くけどチルトでっていう感じなのかなとで比較的右側に全部が再生ボタンとか拡大とかインフォメーションとかここのねえと AF のコントローラーとかその辺が全部右にガッと集約されてる感じですね 左はまあ左上とまあ左下の画,画面の下にザーッとちょっとランとか音声収録とかが並んでるホワイトバランスがちょっと並んでるっていうそういった感じですかねまあどうなんだろう僕ちょっとごめんなさいニコンの,の D6 が触ったことないのでニコンユーザーの方からすれば気持ちいい配置なのかどうかとかまあもうね R3 に関しては背面出てるので まあ、キャノンユーザーからすればね、もう間違いなく、1DXM3 使ってる方も、用意ドンで、えー、移行できるっていうね、あのー、なんていうのかな、カメラセッティングというか、ユーザーインターフェースになってるなっていうのが率直な感想。なんで、まあ、さすがにまだね、ないない、わからないずくめの、えー、っと、Z9 ではございますが、チルト液晶じゃないかっていうことと、めちゃくちゃ横幅が薄そうな感じですよね。なので、 いかかがですかねニコンユーザーの方々はまあえっ、ー、とフラッグシップっていうことでねあのおい,おいそれとといいますか汎用性は比較的低いというかねまあ多分670万はするでしょうから Z9 もねペロッと出てきてで比較的画素数低くて、まあ、レスポンス最高というところなのでまあ 基本的にはね、何とっても楽しいとは思うんですけども、重さがどれぐらいになりますかね、1 1キロ超えるかな、さすがにニコン機だと。でも、ニコンの Z7 とかも今は7 0 0ム弱、7 0 0ムぐらい作ってきてますよね、各社ね。ソニーが7 0 0ム絶対に切るような重さ。キヤノンは R5 が7 3 0ムで、まあ、Z7 どれぐらいだろう、700超えてるかな。か600台っていう、まあ700前後ですよね。これで並んできてるので、おそらく R3 と Z9 っていうところの、 グリップ一体型も、うん、1キロ、行くか行かないか、っていうところで勝負かけてきてるのかなぁとは思いますけれどもね。まあ、いずれにせよ楽しみですよね。えっ、ー、と、背面の液晶が、でも、大きそうですね、これもね、背面液晶もね。まあ、まあ、日本のカメラなので、とにかく質実合計で、しかも、ランとかもつないでありますね、この画像を見るとね。優、う、先、ん、なの、ギガビット LAN が入ってるっていう噂なので、 もう、LAN、つないでどもう直接向こうまで引っ張っていってるのか下の手元のパソコンに入れてるのかちょっと分かんないですけれどもいやいずれにせよすごい状況なのかなと思ってます。欄がポトッと置いてあるんで、ね、つないで多分速攻で流し込むっていうその辺のシステム作りが完璧なんだろうな多分 USB でつなぐよりかはもう欄の方が明らかに早いっていうことでデータの転送の安定感と、えー、速度ですよね。この辺が えー、やっぱりこのプロキーっていうところは速報性っていうところでもう撮った瞬間に秒で流し込んでいってオペレーターいるのかいないのかまあワンオペの場合もあるしこういった国際大会とかになるとそのままデータダーッと流し込んでいってサーバーにか流してそのまま飛ばして報道の方のステーションに飛ばしてでそこに待機している人が勝手にもう写真入っていくからセレクトして配信するっていう多分そういった流れでしょうねこのこれだけの速報性もうリアルタイムでどんどんいろいろ出していかなきゃいけない中で そういった意味ではもうどっかしらデータセンターに飛ばすような形でしょうね、ランとね。そこに基地局に一回置いて、パソコンに流し込んだと同時に動機が取れるようなシステム。多分サーバーに、にパソコン内のサーバーに叩き込んで、そこで共有できてるって感じでしょうね、おそらくね。いや、なんかこういったシステム考えるのも非常に楽しいですよね。何,何かこう。 超最先端と言いますか基本的にはもうね前回のオリンピックとかこの報道でのシステムっていう意味ではまあ整ってはいると思うんですけどもそれがより高画質に安定してっていうねあの速報できるっていう本当にリアルタイム配信っていうところが写真も可能になっているっていうそういったシステム自体が、えー、とどん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 最先端になっていくっていうね特にこのオリンピックの会場とかになるとその辺の設備が完璧でしょうから。 そその辺の生の辺生声とかも聞けたら楽しそうですよねちょっと友達のスポーツフォトグラファーも多分関わってると思うのでサッカーとか撮ってるのにちょっと状況聞いてみようかなと思っておりますどういうふうなデータの飛ばし方してるとかねこの辺は西田塾とかで一度そういった専門的なのとか聞きたい方いると思うのでねあのプロのスポーツフォトグラフィーの現場みたいなところの生の声リアルな声とかを僕はまあインタビューする形式で、えー、友人のね スポーーツフフォトグラファーに聞いてみてもいいてててみもかなとは思ったりしておりしおますぜひ西田塾の皆さん楽しみにしてください。あとそういったことに興味があるプロの、えー、活動とかプロはどういった考えをしているとかなんかそういったことに関して興味がある方はぜひねメインチャンネルの方西田航のメインチャンネルの方のメンバーシップ YouTube メンバーシップになりますと、えー、と普段はねガジェットとかこちらは10分,10分の、ね、雑貫とかで話してますけれども西田塾はねほんとより 細かなキャプチャーの使い方ライトルームの使い方とかそういった僕がインスタグラムで上げてる写真をどうやって作ったかとかそういった紐解くようなね動画作りをして皆様に解説してますからより写真を高みに持っていったり学びたいってい方は西田塾に入るとおそらくは写真スキルっていうところの上達が、えー、早くなるのではないかなと。あの僕の YouTube メンバーシップに入ったら上手くなるのではなくて入ってそこで意識を変革させて自分でいろいろ取り組むことによって劇的に今までここの伸び率だったのがこういう伸び率になるというね伸び率を増幅させる装置として西田塾を、えー、YouTube メンバーシップねそちらを使っていただくと間違いないのかなと思っておりますあとは Z9 楽しみですねと同時に えー、おそらくですが R3 もガンガン今投入されてると思うので2400万画素っていうふうに、ね、一応噂はさがされたりフィックスとかって言ってますけどもこれだけ情報統制してる中であえて2400万画素っていうふうにこんな状況でネタバレネタバレさせるかなっていうのもちょっと僕らのことは疑問符なんですよね 6000×4000 っていう綺麗なデータ掛け算のデータってキヤノンで見たことないから今まででね、まあ、まあ今までなかったからないってわけではないんですけれどもいずれにせよ うん、こんなオリンピックのそろっとした謎のリークみたいな感じで「はい2400万画素確定です」っていうのはなんかもう一回ちょっとうがった見方してて3000万画素ぐらいでで結局 LJPEGMJPEG みたいな MJPEG で撮っていたのが 6000×4000 とかなんかそんな感じがしているのが。 イメージですがまあ2 4 0 0でも全然いいんですけどねなんか僕は3000じゃないかなっていう勝手に思ったりしてます Z9 がどのぐらいって言われてるのかな2000万画素ぐらいって言われてるあそうか Z9 はえっ、ー、と4600万画素のセンサーってことでえっ、ー、と D6 のボディに R5 のイメージング要はシモスセンサー4500万画素ねで α 9 II の AF オートフォーカスのトラッキングとブラックアウトフリーの EVF っていうまあ 総合性能ドンっっててて上がってきてますねこれまさに α1 でやりたいようなイメージでいたんでしょうねこれは本当はあの R3 の前に R1 を出すんであればこういったイメージだったであろうとですがそれをやめて R1 出す時には今度はまあ60008000とかにしてえー、連射ある程度できてボディ剛性高くて で、まあ、アルファナイツ2並み、ソニー並みのブラ,ブラックアウトリフリー EVF、もしくはグローバルシャッターで、えー、電子シャッターだけ歪みなしとか、この辺が R1 できそうな気もしてたりします。ただね、えー、と高解像の積層型 CMOS センサーなんですね、利面照射型ではなくって、いうね、まあ、積層型で対応できてるってことなんでしょうね。まあいずれにせよ楽しみですねただが 意外と、ね、ISO64 から25,600っていうふうな予想になってて常用感度がね意外と低いなっていうね、うんうん、まあ25,600まであってノイズ解像感が落ちなければ全然いけるとは思うんですけれどもそうなんですねなんで意外とね5万10万じゃないっていうねやっぱ4,600万まで引っ張り上げると25,600たりがギリですよねやっぱ R5 も <laughs>。 結局は、デジク X 積んでても、やっぱ1万ぐらいまでかなというふうに僕も思ってますしね、それ以上になると R6 の方が、やはり高回、好感度に関しては改造でいいなというふうに思いますからね、まあ、この辺はまだまだ今の、もっと上のスペック、未来感じますよね。あ本当に、ISO5 万、10万でも、カチッと改造してきますよっていう。もしかしかたら 三脚っていう単語自体がもう本当に荷物置きっていうかカメラ置きになる可能性はありますよねずっと持ってると重いから三脚に据えておこうとそれ以外だったらどんな状況でもクラカルブ何しようがちょっと撮る分だけだったら三脚って立てる必要なくなったよねっていうカメラ置きになる可能性が、えー、5年後にはもしかしたら三脚自体がね荷物支えっていうよねあね置く台みたいな感じに三脚がなる可能性も あるかなっていうのが今ふと思いましたというところで今日もスクライカーにお過ごしください西田渡でしたどうも